カーリング女子で北京五輪銀メダルのロコソラーレ、LS は逆境を成長の糧にしている。今季初戦となった8月のアドビックスカップは、リード吉田ゆり香が腎臓結石の手術後のため欠場し、セカンド鈴木優子、サード吉田千波、スキップ藤沢五月の3選手で出場。4位に終わる一方で、プラスの面もあった。 本来は1エンドで4選手が2投ずつ石を投げる。しかし、この大会は鈴木が1から3投目、吉田地が4から6投目、藤沢が7から8投目を担った。体力的には厳しい面もあったが、カーリング関係者は、鈴木選手とちなみ選手は投げる回数が多かったので、実戦でアイスを読む感覚を養うことができたみたいとメリットを指摘した。さらに、 大会中には吉田優が得意とするウィック、フリーガードゾーンの石をアウトにならない程度に動かすショットに鈴木が挑戦する場面もあった。作戦は失敗に終わったが、同関係者は改めてユリカ選手の存在の大きさを実感できたのでは。異例の3人体制を通じて多くの学びを得たようだ。1日まで行われた今季2戦目のアルゴグラフィックスカップは、 吉田優が復帰して準優勝に貢献。2026年年ミラノ・コルティナ・ダンペッツォ五輪を見据える上で、イブシギンの復活が一つの起爆剤になりそうだ。